イキングダウンの新たな歴史、ミドル級ワンデートーナメント、初のトーナメント戦になりました。まずはオープニングマッチ最初のカード、ニッケン君の登場です。169センチ、道着を身にまとっての登場になりました、ニッケン君30歳。さあ、この男がブレイキングダウンの主役になっていくでしょうか。川島優太登場。抜群です。優勝候補の一角となっていくでしょうか。ミドル級ワンデートーナメント、川島優太がやってきました。放送席は朝倉未来さん、そして大沢健二さんです。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、始まりますね、未来さん、トーナメント戦。いきなり一番楽しみな試合来ましたね。一番大きいですかね。川島選手はもう2試合ともいい試合してるんで。そうですね、キャラクターも十分ですが、あっと止められました。タイムストップかかります。取り直しですかね。再開します。さあ、ここから1分です。川島優太対ニッケン。もう行きますね、最初から。あー、また取られたか。立ち上がった。 Ladies and gentlemen、さあ、このミドル級ワンデートーナメントは優勝候補の一角と言われています。37歳ベテランの域に入っていく年齢ではありますが、ゆっくりと葛西義弘が入っていきました。千葉県出身163センチのファイターです。経験者が巡り上がってきました。アウトサイダーに憧れ、そして今日はこの舞台で戦うことになりました。さあ、名前は空手マシン、40代のファイターです。北海道出身、176センチ。独特の雰囲気を醸し出しています。フルコンタクト空手を20年間、伝統空手を18年、長きにわたって空手を歩んできた空手マシンです。試合になりそうですね。あ、打撃戦ですか。葛西選手はなんか落ち着きというか、はい、離れしてる感がすごいですよ。不敵な感じしますね、はい、そして大沢さん、空手マシンという名前も気になりますね。いや、もう名前から期待がすごいですよね、20年近く、マシンのように、はい、マシンのようにこう感情なく打ち合いに行くっていうね。さあ、おーっと、蹴りから入っていった。おーっと、ふらついた、右のストレート、また右を振った。